おはようございます。本日はまだまだ寒さが残っておりますが、しだれ桜をですねライトアップしているところがあるというところで、やってまいりました。まだ完全にというか今年は寒いんでしょう。おそらくまだまだ咲いていないところも多く、ただ先っぽはだいぶ咲いている。ここら辺は綺麗に咲いているんでしょうか。咲いていますね。すごいですね、やっぱり LED の力素晴らしい。ちょっとね、いろんな角度から撮っていきましょう。あと1週間ぐらいかかるんですかね、おそらく満開になるには。でも日当たりの場所によってはね、そんなに咲いていないんでしょう、おそらく。中の色はだいぶ、あ、中は中で、そうですね、だいぶ子供が激しく乱舞しているようですが、中はね、あ、竹で組んであるのか、ね、竹で組んでありますね。さあ、こうしていこうか。そして隣の桜に行きましょう。隣のしだれ桜は、あ、単管で組んでありますね。単管ですね、これはね。単管で組んで、竹で伸ばしてあると。そういったとこですね。竹ですね。さあ、こっちは若干色が違う模様。ただまだまだやっぱりこっちも咲いてないですね。まだまだ。まだまだ咲いていないといったところ。あ、あそこら辺はいいですね。あれ、照明の色が違うだけでね、こんなにも変わるということで、とてもいいんじゃないでしょうか。この BGM もね、こちらの照明の方に聞いたらね、フリー音源ということで、YouTube に載せてもいいということで、ね、確認取れてもいいといったところです。はい、すごいですね。ちゃんとね、この木のなんて言うんでしょう、雰囲気を汚さないように茶色くしてありますね。ちゃんと塗ってありますね、茶色にね、単管が。これで細かいところがね、しっかりしてあるかなと思います。京都とかのね、ローソンとかが看板が茶色と一緒で、景観ね、損なわないようになってますね。素晴らしい。あんまり近づくと、すごいな、チェーンがあるんでこれ以上は進んじゃいけないよということですね。チェーンのギリギリまで近づいてみましょう。一応ね、夜の7時から8時までがライトアップといった、そんなことね、おっしゃってました。頑張れ頑張れ。子供がね、ずっと走ってますね。すごいですね。時代は LED ですね。素晴らしい。こうね、金属とね、竹のコラボレーションですね。あ、一部木で組んであるのか。はあ、はあははあ、大変ですね、これもね。職人さんは大変ですね、これやるのね。見に来る人はそういった苦労をね、なかなか感じて取ることはできないでしょう。桜の木は弱いって言いますからね。それな、結構中まで単管組んでありますね。これおそらく組む前に塗ってますね、これね。組む前に塗ってるから木の絵のね、影響を多分おそらく最小限にしてるんでしょう。そんな気がします。さあ、こちらのもう一本の方に戻ってまいりました。これそうですね、照明やっぱ違うだけでだいぶね、違う木に感じますね。いい塩梅です。大変ですね、この職人さんもそうです。こっちは木か、あ、こっちは完全に木なんですね。単管でしたが、こっちは木でね、組んでありますと。そういったところになってますね。素晴らしい。
お疲れ様です。おお、お疲れ様です。はい。YouTube の撮影で来ました。おお、YouTube の撮影だけじゃないんですけどね。はい。いろいろとやぼやがいっぱいありまして。あ、そうなんだ。はい。お疲れ様。はい。明日結婚式ありまして。はい、それでそのちょっとロング滞在になってます。はい、ありがとうございます。なんか音楽もフリー音源だから、あの乗せていいっていうことで許可もらいました。こんなに綺麗だったらね、もっと人がいてもいいかなと思いますけども、まあ人がいないとね、撮影がしやすくていいですね。うん、素晴らしい。これでも木の方がいいですね。この木の組んである方がいいですね、これね。うん、木で組んだ方がすこぶるいいでしょう。それではいい時間になりましたので、桜がね、今年は桜が散るまでね、ライトアップを続けるということを伺っております。まもなくね、見頃をね迎えるんでしょう。それでは皆さん、花見でね飲みすぎ注意ということでお願いしたいと思います。それでは明日もやるぞーやるぞ、またねー。おはようございます。まもなく、残り1分半ほどでしょうか。ね、照明が消えるということで、本日のライトアップ終了ということでね、やはり桜もね散り際がいいと言いますけど、照明もね消える瞬間がねいいと思いますので、まもなくですね、まもなく。さあ、カウントダウンできるんでしょうか、わかりませんが、残り40秒。さあ、おそらくねフェードアウトのような感じで、まあ、ぶっきらぼうにねブチンと切るような感じじゃないんでしょう。さあ、残り25秒。さあ、ちょっと私もね、カウントダウンで挑戦してみたいと思います。さあ、おそらくもう間もなく10秒前。はい、9、8、7、6、5、4、3、2、1、ショート。おお。あ、最後なんかちょっと趣がありましたね。それでは終わりにしたいと思います。明日もやるぞ、やるぞ、小銭。